はい、皆さんこんにちは、ミガミックスです。ブレイブリーセカンド、前回の続きからやっていきたいと思います。商人のアスタリスクですね、手に入れたので U を商人にしました。とりあえず、この入手金額アップまでは覚えたいですね。 1.5 倍。うん、ここら辺いるのかな。 BP ドリンクって何？すげえお金かかるなダークカルテル、ちょっとなかなかでも難しそうだな。まあとりあえずは入手金額アップ、これを目指していきましょう。ちょっと装備を整えたいんで、一旦町に帰ってからイベントを進めていきましょう。いや、敵が出てくることは歓迎だぞ。金が手に入るから、お前らの金をまさぐってやる。1.5 倍だからな。どんくらい手に入るんだ。帝国兵3人で、あ、ちょっと攻撃はこの2人に、マグノリアとティズに任せるしかないからな。強い、メリクヒットもすんのか。 OK、 370円。まあそこそこ、1回で370円入れば、でも何回か戦闘重ねればだいぶなるかな。行きがけのダチンとかあったっけ、こいつ。あるな。よし、問題はない。あ、夜になれば人が帰ってくるから物も買えますね。魔法はとりあえずいいかな。まずはちょっと装備を整えましょう。7000円ある。よしよしよし、まず武器、何がいいんだ。弓か。弓が112。あー、これマインゴーシュだったかな。8ゲージ、これ杖10、これにしよう。10ってのはこれ両手持ちかな。とりあえず弓に装備させるか。1個持っててもいいだろう、銃を。あとマグノリアがやっぱこれだ。めっちゃ上がるし多分銃は両手持ちっぽいな、この攻撃力的に。これもう一個買って頭につけよう。で、あとはイデアはどうしようかな。イデアポイズンクロウ。あ、待って待って、そうするとティズが買えなくなる。相変わらずの金がなくなるな。ティズはこれ両手持ちだから、回避が1とか言って両手持ちは回避1だからな。どうしようかな。ディフェンダーで防御力が上がるな。命中が下がるな。命中重要だからな。まあいいや、ちょっとこれでいくか。そうするととりあえずおすすめサーペタイン、やっぱ両手持ちだな、この銃は。で、マグノリアは、これは何？五月雨ってなんだっけ？さつき？サミダレか。合ってるか知んないけど。イデアは、ミスリルナックルのままだな。猫使いだしな。これでいいかな。でもミスリルソードよりは、おそらく、ディフェンダーの方が強いと思う。これにしよう。これ頭の攻撃力は考えてくれないんですね。なんで、オリハルダガーを、ここにつけて、ミスリルソードを、あ、違う違う、オリハルダガーここだ。あ、待って。メインに装備させた方が、命中が上がるな。101。で、ミスリルソードをディフェンダーにすればいいんだ。防御も上がって、一石二鳥だな。よし、これいいな。さて、じゃあちょっとその下水道みたいなところに行きますか。セーブはこまめにしておこう。死ぬと戻されるからな。よーし、
まあ商人になってからまだあんまり戦闘してないからお金がウハウハってわけではないっすね。これからだ。ここから俺の金持ち生活が始まるはず。とりあえず下水道に行こう。ウェルカムウェルカム、雑魚敵はウェルカムよ。お、いっぱいいる。倒せるかな。あれ、マジックパワー減ってる。そういえば寝てない。おらららおらららら、強い。うお、強え。硬いこいつは。ただ予想はしていたが、あれ、何これ、ブリザードじゃん。ブリザードのダッチも発動してる。うお、強い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 、マジ強え。おら、殴れ。おらおら。ホワイトナイト、なんだかよくわかんないけどいいや。え、どっから行くの。うん、グズグズしすぎだろ。あ、ここから突入できるのね。寝よう、その前に。寝れない、ここは。マジか。いいや、突入。どうせまたボスの前で旅人のコテージがあるでしょ。めちゃ暑そうだな、これ。排水管っていう感じじゃないけどな。めっちゃ壊れてるし。溶岩に落ちたら死ぬだろう。今は使われてない排水管らしい。人の形跡なんてあるか。これはなんかを見つけた。区内だ。区内、錆でボロボロだけど。見て見て、この変装道具。そうか、黒金の刃の隠密部隊は。何の話かさっぱりわか。なぜだって、ここ魔物の気配か。なんでお前は魔物の気配がわかるんだ。ティーズがかなりなんかインテリになってきたな。ティーズじゃねえや、ユーだ。いつも間違える。宝箱は3つか。ん、これどっちだ。とりあえずここの宝箱をゲットしよう。南極の風。攻撃アイテムも重要ですからね。かなり強い。なにこいつ、硬そう。リビングアーマー。よし、マジックパワーがないからな。今攻撃するしかない。総攻撃だ。おら、うわ、2ヒット目がゼロだ。こいつもしや氷に強い、てか純粋に硬い。どっちだ。あ、硬いな、純粋に硬い。マジか、三刀流の頭が効かない。ほら、殴れ。殴りは効くな、そこそこ。倒した。2体出てくるとちょっときついなぁ。どうやって行けばいいんだ。あそこにアイテムが落っこってる。戻ろう。お金が落っこっててほしいなぁ。世の中金だからな。ハイポーションかよ。おぉ、強そう。てか、マジ強そうな奴らがいっぱいいるな。ドラゴンナイト。なんでこんな奴らがうろついてんだ。よし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 、ダメージが通ると2回攻撃で倒せるし、強い、マジ強い。雑魚戦で苦戦しなくなってきたな。これどっちだ。ああ、2つからいけんのね。どっちだろうな。まあとりあえずこっちに来ちゃったから下から攻めるか。おお、また雑魚じゃないか。お前なんて地図にかかればイチコロだ。強そうなふりして弱いな。
あ、宝箱だ。よしよしよし。正解ルートだったな。おお、しかも1200円。お金に恵まれてきたな。あそこは何が起こってんだろうな。これよく落ちないよな。排水管の上で。排水管の上で戦闘するぞ、これ。絶対落ちる。あ、レビングアーマー出た。まずこいつの殴りでダメージを与えて。なんとかチョップ。恐怖になっちゃったよ。かてえなぁ。引き掛けのダチンが発動してるけど。これで倒してくれ。倒せない。うん。ええー。ちょ、超強い。銃超強いんだけど。まあ、たまたまかもしれないけど。ちょっと減ったな。ハイポーション。うん。無駄遣い OK。ちょっと先に、こっちからアイテムを回収しましょう。フェニックスの尾。あれ？で、こっちの下か。万能薬。で、こっち側にもアイテムがありましたからね。回収していきましょう。先制攻撃、まあ倒せるっしょ。4ヒットしても0か、6ヒットしても0か。硬いんだろうな、これは。鎧を素手でぶん殴るってどうなの。あれ、これもブリザード系。おい、気がけのダチン。ギリギリだったな。ちょっと危ねえな。行きがけのダチンが発動してギリギリ倒せたってことは、復活ゴケみたいな。何復活ゴケみたいな。戦闘不能時に回復する効力を付加。あ、リレイズですね、リレイズ。これストップか。金の砂時計はやっぱいいな。ボスには効かないんだろうけど。ちょっと鎧が出てきたときは。え、これどっちだ。解除しよう一回。あ、これはいいや。待て、連戦の予感ってことは、どうしようかな。地図でなんとかしよう。で、プレイで4回かけて、南極の風を2回使って、あとは攻撃ドラゴンナイト。これでいけるかな。暗い。よーし、普通に南極の風2回でいけたや。おお、まあ大丈夫だな。これは攻撃で倒せるでしょう。鎧がちょっと厄介だな、そう考えると。あ、早い。うおー、攻撃的に厄介だな。めっちゃ金入る。1000円手に入ったんだけど。まあ、回復はこれで。こっちがアイテムかな、そうすると。うわー、単なる行き止まりだし、騙された。マジやられたな。え、これはちょっと敵が出てマップが見れなかったけど、南極の風を使うのはちょっともったいないから、これは絶対攻撃でいけるな。やっぱり柔らかい敵の方がいいっすね。ほら、殴れ。おお、全然ヒットしなかった。
これ忍者とか手に入って三刀流、マジの三刀流になったら超攻撃すげえんだろうな。よし、行くだけ。どっちだ、上から行こう。あれ、あ、なんだこいつ、あれか、召喚士か。刀コレクション、召喚士を取らなかったから刀をくれますね。虎徹、これはマグノリアでしょう、ちょうどソードマスターなんで。虎徹、おお、上がるね、いいね。ってことはこれどうなんだ、フェンサーってどうなんだ。あ、 D なんだ、刀は使いづらいんだ、なるほど。まあマグノリアがちょっとそこは上げしたから。こいつなんでこんなとこに立ってんだそれもまた謎だな。あそこに旅人がいるってことはもうボスが近いってことかな。まずは宝箱を回収して、あ、ちょっと待って、鎧くんが出てるからリピートを解除する。早いのって誰なんだ。まあいいや、ユウ遅い気がする、いつも全然攻撃に参加してる記憶がない。キズとかが早いんだよな、マグノリアも早い気がする。よし、こいつにゼウスの怒りを任せよう。一回で、まずはこのドラゴン文句になってるしドラゴナイトじゃない新しいやつだ。あれ、イデア何した今。ドラゴン文句から倒そう。よし、オッケー。俺、あ、しまった、こいつ殴りだったからリビングアーマーにしとけばよかった。采配ミスだ。おー、やばい、まひった。そしてなぜかこいつが先に攻撃しだしたぞ。ゼウスの怒り、くらえ。倒せるか。痛い。あ、使えない。ちょっと待って。エアロラ。何？うおぉ！死んだ！マジか。フェニックスの王。で、廃墟戦。おぉ、900円。ちょっと待って、エアロラ使っちゃったかな。1個エーテルを使おう。40くらい回復するのかな、エーテルって。で、あそこを降りればいけねえし、これあ、普通にこっちだったし、また旅かよ。しかもあと2つ。え、何これ、どうやっていくの。もしや逆ってわけでもないよな。出た、鎧。ちょっと待って、鎧はまずユウとマグノリアで、マグノリアじゃねえし、イデアだし、こいつはウィッチだな。だいぶミスってるな。ウィッチを倒して、イデアは1回エアロラをかけよう、2回かけよう、あとはぶん殴る。で、キズは、このウィッチを倒すと。よし、完璧だ。これで1ターンで倒せるはず。500。これで900ちょっと。で、1000くらい与えたな、これで。1000与えても死なないか。硬い割にヒットポイントがあるな。OK。そしてもうマジックパワーがない。またエーテルを使わないと。エーテルターボ使おう。150回復するエーテルターボ、すげえ。100とかすぐ出るからな。虫眼鏡よりによって虫眼鏡かよ。あと1個宝箱があるけど、どこだ、わからん。で、ここを手に入れて、
スマイリーバッジ。何スマイリーバッジって。盗賊の固定とかいらない気がするんだけど。スマイリーバッジ。狙われやすさが変化しなくなるバッジ。盗賊の固定でも防御力上がる。こことかにあったりしてないよな。残り1個どこだ。もう少し奥に行けばあんのかな。うわっ、2人出てきてる。マジか。これアイテムなんかあったかな。多分使い果たした気がするんだけど。うわー、使い果たしてる攻撃アイテムを。とりあえずリビングアーマーだろ。マグノリアどうしようかな。まあ、攻撃するしかないな。いやー、マジックパワー回復させていてよかった。エアロラ連発だな、これ。いや、これは、均等にやろう。間違えた。これで一ターンで倒せるか？先に攻撃しちゃったよ。ほら、ほら、バランス悪。あ、でもこれでエアロラが一人になる。めっちゃマジックパワー使ったな。リビングアーマーはちょっとめんどくさいっすね。よし、ちょっと回復してくれ。回復、テント。こいつはここでもテント張るのか。しかも温泉の話してるし、のんびりしすぎだろう。毎回毎回言うけど。この先は危険だ。ちょっと道具を買いましょう。ハイポーションはまあ13個あるだろう。虫眼鏡、何がいいかな。お金はいっぱいあるからな。3つずつ買おう。でもここなんか、あ、そういうわけでもないか。弱点あるかなと思ったけど、大地のドラムも買っとこう。よし、 OK。 まだそこそこセーブしよう。余裕がある、お金に。さすが商人だ。いつもこの攻撃アイテムを買い込んでお金がなくなるっていう。あ、マジでアイテム1個ない。取り残しがあるぞ。わからんけど、しょうがない。あんたも死にたいね。まだ頑張ってんね。ほんじゃ行くで。初めから2発同時使えよ。お、すげえ、二刀流。二本の刀で二、おじゃが。なんだと？三刀流、使え。食らうか？危ない、兄様。お前来たら死ぬぞ。以上は防げんよね。おお、何発同時に受けんだ。終わりじゃ、ダンザブロ。そうはさせない。ようやく近づけた。この間合いなら。何これが。何か、トマホーク。わかるか。長距離狙撃用スナイパーアクスライフル。つまりじゃ、斧でもあるんで、こりゃ。何、うちのアスタリスクはトマホーク。ほうりゃ相手しちゃろう。まあ、4人でタコれば大丈夫だろう。帝国軍トマホークのアスタ褐色のバリスタ。お、1人だ。ってことはまずいきなり必殺技使っちゃおう。チャージレーザーで攻撃力をアップさせて、ほらほら、コンドル、デフォルト貫通、引き掛けのダッチン。よしよしよし、さあ行きますよ。こっちだって銃だ、くらえ。おお、1300。攻撃回数が上がるのか。で、スピン技で一応調べとこう。重要だからな。307。よし、あんまり強くない。16000、弱点なし。人間、
と一回ガードしとくか。ここら辺になんか仕掛けてきそうだから。おお。なかなかやるじゃん。今までのやけど通り。え？何ボス応援して。ありがとう。それで。おお、なんだ。もう一体敵が増えるかと思った。うわ強い。今ガードして500くらったぞ。商売ちょっと待って、こいつはどうしよう。必殺技を使おう。そろそろ曲が終わりそうだしな。で回復をしよう。味方全体ティアルダを2回かけて、あとはボムのかけらでいいや。よし、外れてる。よし、クリティカルが出ればだいぶ強いな。いって、ティアルダ、ティアルダ。あ、そっか、デフォルト貫通だからか。くらい。2300強い。攻撃力がアップしてる。ほらほら、行きがけ行きがけ。攻撃あるのみ。ちょ、こいつは回復させよう。あれ、エアドラになってる。ほら、お、強い強い強い。おお、強え。サイドワインダー何？全員攻撃。うおー、いってー。あ、でも、こっち、あれが減ってる。一文字いくつ？ 6000、これ押し切ろ。絶対押し切れる。ほんとかな？かなり危険な気もするけど。アイテム使って押し切ろう。え、大丈夫だよな。6000当たるよね。いや、絶対当たんなそう。ミスってるし。くらいくらい。これこれこれ、これでいける。これで1500、これで3000。ほら、弱え。なんで弱くなってんだよ。いやー、お、危ない危ない危ない、ギリギリ。なんちゅうこっちゃ。ごめんね、ダーリンの。うちら、そうじゃん。さらばだ。うちは、お、今のは幸せか？ 900。ボムのかけら。なんであいつボムのかけらなんて持ってんだ？トマホークのアスタリスク。これ完全に銃だな。武器は、おすすめ武器は銃。アイスヘッド、サイドワインダー。おお、すげえ。あ、完全に銃だけだな。斧が若干高いか。力、体力、器用さ S。 OKOK、OK OK。あれはまともに食らったからな。短い間だったが。ヨーカー、ケアルラだよ、ケアルラ。傷は浅いでござる。なんでだよ、直撃しただろう。湯の花には前回のその人に。よし、だったらすぐ。もうとりあえず橋は大丈夫か。いや、頑張ってるね。ちょっと待って、その前にトマホークを見ましょう。トマホークを。ソードマスターはだいぶレベル上がったな。次何？キュウソネコを噛む。もういいかな、ソードマスター。とりあえずじゃあこいつをトマホークにしよう。ジョブチェンジ。全然特性見てないんだけど。フォークアイ、命中率が 100% 上がる。ふ、すげえ。これ覚えさせよう。レベル7までか。ウォーヘッド、おっとっとっと。
ハープーンって何？ああ、防御貫通ね。サイドワインダーが何？チェックを入れた対象に強力な物理攻撃を放つ。チェックを入れた対象が少ないほど1体あたりの威力が高くなる。ああ、なるほどね。全体攻撃もできるけど、一体攻撃もできるってことね。シュライク。まあ、とりあえずこれはホークアイだな。ホークアイを覚えさせましょう。で、銃だから。ちょっと銃持ってないんだけど。そもそも。やばいやばいやばい。ちょっと、一旦 U の銃を奪いましょう。お前、ちょっと、すまん。これにしてくれ。で、盾を装備してくれ。で、マグノリアを。オッケーオッケーオッケー。159。攻撃力クソ高いんだけど。U なんて70しかないから。で、アビリティをどうしようかな。すっぴん技でいいか。なんだかんだですっぴん技が結構使える気がするから。イデアは白黒も。戦技って全然使ってないな。剣技、こいつダメだな。剣技はダメだろ。かといって、いいものがない。スピン技しかないから。こいつもスピン技にしよう。こんなもんかな。はい、というところで、じゃあ、無事、トマホークも手に入れたところで、次は温泉ですね。温泉街に向かうようなので、そこからやっていきたいと思います。今回はこれで終了します。